前回の超わかる高校数学は、次の問いに答えてください。立体と球の接点を通る断面図から攻めよう。次の図のようなへこみのない多面体は、辺の数イコール頂点の数足す面の数引く2、この等式が成り立つ。これをオイラーの多面体定理という。これは線は頂面に引けと覚えよう。頂面とはノートのこと。辺、つまり線はノートに引こうって意味。例えば立方体は、辺の数は12、頂点の数は8、面の数は6、線は頂面に引け。確かに成り立っている。では直方体の角が切り落とされたこの立体の辺の数を求めよう。頂点の数は12、面の数は8、線は頂面に引け。ということで辺の数は18だとわかる。今日の動画内容をまとめると、へこみのない多面体は、辺、頂点、面の数のうちどれか2つが分かれば残りの1つが導ける。辺の数イコール頂点の数足す面の数引く2、これをオイラーの多面体定理といって、線は頂面に引けで覚えよう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたらぜひチャンネル登録をお願いします。 Twitter は公式ホームページから、次の作品はこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。